次の文、行数で言いますと12886行ですね。小冊仏部大仏です。天なるものは一気の本館なり。でこれどう解釈したらいいかなんですけど、天なるものはというのは、まあ、天空は、あるいは、まあ、宇宙はと言ってもいいですけど、まあ、地球環境世界から見ますので、まあ、天空は、まあ、星空夜空の見える天球はですね、天空はそんな意味にとってください。天空というものは一気の本館なり。これ一気というのは何のことかというとね、地球環境世界、この生命世界のことを言ってるんです。で生命世界って言っても当時そんな言葉がないんですよ。天空という言葉があったかどうかも分かりません。で一気、まあ、もしくは一気と呼んでもいいですけど、一気の本館なりっていうのがこれもすぐに意味が取れるものではないですね。まあ幹ですから一番重要なものだと、まあ、本、まあこの本どういう、まあ、本質とか本性とかですけど、これ一気の本館なりというのは、地球環境世界の最大の構成要素であるということです。そんな風な意味にしか取れないんですよ。天空というものは、あれまあ天球というものは、太陽月もひっくるめてですね、太陽系の惑星ひっくるめて、天球というものはこの地球環境世界を構成する最大要素である。完成の気を持って、それは完成ですよね、ですよね、 H2O ないからですね。完成の気を持って名誉を集めて名誉を発す、熱を集めて名誉を発す、まあ、膜ということです。熱を集めてというのは太陽の熱とか、まあ、ここは太陽の熱ですね。地球環境世界に熱をもたらすものは太陽です。熱を集めて名誉を発す、これ太陽の明かりでもあるし、夜空に瞬く星々でもあるし、それから月ですね、月の明かりでもあるわけです。この明るさをばらまいていると、ばらまくということは、これが基本的には天球の構成群を意味しているということになります。そうすると明熱は集まれば、すなわちかなり明るさと熱が集まったのが火であると。溶ければすなわち、溶ければ層にしてよく温む、つまり、ね、要するにどういうことかというと、溶ければというのはこの暗寒が溶ければということですね。暗にして寒い、暗くて寒い、その地球が溶ければ大気になってよく温めると。暗寒は散ずればすなわち影なり影である。暗寒は散ずるから、明熱は集まるから、という意味に取ってください。まあ漢文の言い回しですのでね、結構制約の非常に強い言語ですから、まあ、例えば時制で言うと現在形しかないですからね、まあ、それがゆえにシンプルになってるんですけど、暗寒が暗さと寒さが散ずればすなわちそれは影である、宇宙の影、あるいは地球ならば夜であると。結べばすなわち水にしてよく液す、その暗寒が結べばすなわち水にしてよく液す、液すというのは、まあ、潤わせるというような意味なんです。散水に夜ですからね。他に言葉がないんですよ。言葉がない中で作ったから非常に難解になったんですけども、これ随分苦しかっただろうと思います。結べばすなわち水にしてよく液す、暗寒もまたその完成の木なんですけどね、しかしそれがその地球上で、まあ、結べば結合すれば水になると。でまあ三線じゃなかった、河川、湖海、川と、まあ、湖、それから海になる、よく液すと潤わせると。
僧は仏を温む、これは大気のことですよね。大気は物を温める。装置は火を発する。それはそうですよね。大気中でしか火は出ないです。水中でマッチ吸ってもダメですよね。水は物を液す、潤わせると、まあ、染み込ませる、水を染み込ませるということですね。水害は質を解く、水の外って蒸発してるでしょ、水の外に行くということですね。質を解く。日月経営は上に先天す、水化出走は下に陰運す。水化出走が陰運すって、例えばまあ火が燃えたらそれに水をかける、火が燃えるのは運の作用ですね。陽的運動で水をかけて火が消えるのは陰の作用、陰的運動ですよね。消してしまう。逆の液体もありますね。ガソリンとかね、間違えてガソリンかけたりしたら大事ですよね。だから現在でもこれはあるんですよ、陰運。水以上によく、まあ、化学物質とかを沈下するにはね、泡みたいなものを撒いてますよね。これも陽的運動を沈めるためですからね。とにかく酸素を遮断しないといけない、冷却しないといけない。ゆえに物は一塩基を下ろし、物質、地球環境世界を構成する物質はですよ、一塩基を、つまり丸い玉になって現れて、地は結び天は三途と、これが地球のことですね。これは天空のことですね。これで終わりたいと思います。